30分、何をするかっていうんで、またまたですね、休み中スペシャルみたいな話になっちゃうんですけども、こんなのをですね、ちょっと出してきました。ラストカメラっていうですね、プラモデルのカメラ。何度かここでですね、こういう制作中継みたいなものも、やったことがあったと思うんですが、学研の二眼レフじゃなかったかな、時計だったかな。まあですね、デジタルカメラか。カメラやりましたけど、まあこれもですね、本当に単純なカメラがプラモデルっていうだけの、ものなんですけど、まあ何の予備知識もなくですね、いきなり始めようというところで、説明書を読みながらですね、ちょっとまあ、30分でどこまで作れるか分かりませんけども、ちょっとやってみたいなと、思って、出してきました。ここで作れるのかな？まあそんなことでですね、もう早速、取り掛かりたいと思うんですが、こう何の工具が必要かとかね、そんなこと全然箱に書いてないので、まあそのまんまですね、じゃん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 、行ってみたいと、思いますが、これ、ビニール破るのってどうすればいいのかな？ちょっとこの辺に設計図を置いて、どうしましょうかね。まあ、ニッパーと、カッター、ぐらいがありゃいいのかな？ドライバーが入ってるんですね。だからやっぱりネジは使うようです。まあドライバー僕はいいや。ゴミ箱があるね。まあドライバーも超えてきますかね。お、細かいネジが結構あるじゃないですか。お、スプリングもなんかありますね。結構。ああ、これはあれだな。固めとかないと危ないですね。そうすると、どんどん出していっちゃいますが、5の9と0の6だって。みたいにあれなんだ、そういう約束にはな、あ、これがレンズですね。ちょっと待ってください。ディールギアセット。単体になってるんだ。0の6と5の9。単体になってるんですね。この中のどれかですね。どれぐらいのちゃんと精度があるのかな。例えば、タミヤの、バシッと。そんなのは期待しちゃいけないのかな。お、ちゃんとモルトが ついておりますが このギアに、5の9。これをですね、圧入してくださいと。圧入してください。プラモデル用のちゃんとしたニッパーじゃないと本当はダメなんだろうな。なんかあったかな。こっちの方がまだいいかな。タミヤですからね、こっちのニッパー。で、これをですね、圧入してくださいと。おお、結構硬いぞ。VF フレームセット。VF フレーム。4の4。4。
4-4 VF フレーム中らしいです、これ。ちょっと、キレがダサいな。まあいいでしょう。外見を競うよ。車のプラモデルとかじゃないですからね。ここにですね、5-5。うん、やっぱりでもタミヤのプラモデルの、あのプラモデルじゃない。一本の5。5-5を、入れろと。いきなりファインダーのレンズを先に入れろって言ってきてますね。3枚の VF レンズ。VF レンズって何のこっちゃいな。これは、あれ、あ、ごめんなさい。カメラを切り替えてなかったな。失礼。こっちになってないとわけわかんないですね。これは大失敗した。いいのか。そして、さっきこれを圧入しまして、それから、この何？レンズをガイドに沿って落とし込めと。まあ当然、カメラの知識がある人はまあわかるんでしょうけど、こうでしょうね。これメッキ入ってますね。傷つけちゃった。あれ。いや。ほんとこれ。あ。あ、違う。汚れか。このピンセットが汚れてる？ねえ、僕柔らかいピンセット使わなきゃいけないと思ってせっかく出してきたのに。ちょっと待ってください。これは危ないな。ブライトフレームの反射があるんじゃないかな、これ。ほんと？これはいきなりピンチ。思いっきり汚れが、今の、あれですね。今の、ピンセットに、これはいきなり、要注意ですね。取れた。これスパッタリングなんで、今ね、これスパッタリングちょっといろいろ
調べつ、クリスマスツリーの金のプラスチックとかそんなとこに密集してあるあの方式ですよね。真空蒸着ってよりは、まあスパッタリングなんですけど、なんのこっちゃ。だからこう、非常に弱い膜で、まあなんとかちょっとじゃあリカバリーしました。そして、これ、どういう材質の、なのかわかんないですけど、まあ、ね、ピンセットが汚れてるなんて話にならない。失礼しました。さて、で、5の5と、これ蓋がないのかな。これネジで止めろって書いてありますね。ネジで止めろって書いてあるよ。このネジっていうのも、どっちのネジなんだろう。ネジとかなんかっていうからこの一番数のあるネジなのかな。じゃあ小ネジは小ネジって書いてあるけどこれ何もしてないんでこのこれでかいネジ。結構落ちますよね。この5が入ってね。バルブだそうです、これ。なんかね、ちょっと動きが厳しいなぁ。あ、いつも、ありがとうございます。わざわざお越しいただいて、コメントまでいただいてすいません。ちょっと最初、手こずってしまいまして、引き続きいきたいと思いますが、前カバーセット。前カバーだそうです、これ。少しこんな細かいものが、これ確かね、4000円ぐらいだったと思うんですけど、で、まあ、なぜ、これっていうのは、もちろん、郵送のこれもあるんですけど、ちょっと今、スリットカメラを使うのに、なんかこう、ベースになるようなものないかな、なんて、思ってまして、これどうかな、って。だからこれ一通り遊んだら、スリットカメラのフィルム走行部分、なんていうのですね、ちょっとこうチラチラと思いながら
これ面白いですね。こういう形なんだ。これなんか、バリ島持って切っちゃいそうですね、これね。怖いなぁ。どういうイラストなんだ、これ。こういうことか。バネになってるんですね、この。板バネっちゅうか。ここはいいのかなぁ。ちょっとここが出っ張ってますけどね。ここ。気になるけど。次に、巻き戻しボタン。巻き戻しするんですね。35ミリだから。5の6。え？巻き戻し、5の1だ。本当にメーカーの人なんか、お子様と一緒になんて、そんな感じなんですかね。浮き戻しボタンを、後ろカバーにつける。後ろカバー。浮き戻しノブセット。5の3、0の2、おお！なんだ？なんか？しかし接着剤いらないっていうのは、まあ最後ねじ止めなのか。巻き戻しボタンが、来るそうです。そして巻き戻しノブ。3番を、ここは小ネジって書いてあるからきっとネジが違うんですよね。5の3。5の2。5の2が来て。小ネジ0の2。0って何よ、0って。これか。ちゃんと、スプロケットが1,2,3,4,5,6,7,8 枚ですね、羽。1回転だ、だから、35ミリ1コマ分で。なんとなくこう、準じてるじゃないですか、セオリーに。入らないよ、これ。安い掛けとかやりたくないですよね。プラモデルじゃないんだかなぁ、みたいな。かといって、これへし折れると困るから、あまり無理はさせられないんですけど。お、いきなり、これ。本当？ヤスリがけはないよな。あれ全然カメラに映ってない。あらら。ね、少しこっち映った方がいいのかな。みんなさいね、なんか。この部分ですよね。
なぜこれ入んないんだろう。やっぱ全体的に、よしとしましょう。ちっちゃい方のネジだそうです。ここはさっきのファインダーレンズですよね。あれあそこ手間手こずるっていうか、これもちょっとあれだな、凹凸あるよな、この上がちょっとへこんでるのを上にしないとまずいですよね。これ少し説明書が少し細かく書いた方がいいような気がします。あまりねじこ、あまりきっちりねじ込まない方がいいかもしれない。そして次いきます。レンズの組み立て飛ぶんですね、いきなり。22ミリレンズって何ですか。違うな。下のやつ。これの8-4だって。8-4。レンズが来ましたね。レンズが8-4に8-6。レンズはこうレンズベースの上にセットしてください。上にセットしてください。どうセットするの？こういう向きか。シャッター。ああ、ちょっと。まあ、無理やり入れば、シャッターあれば7-1。なるみたいですね。レンズシャッターなんだ一応。プラそうですよね。プラモデルで、ボーカルプレイはないよ。ボーカルプレイに乗ったら面白いですよね。こうなって、これがこの辺で、これが、
お、なんだなんだ、ついにバネが出てきましたね。こうか。そしてシャッターレバーバネ S の3。まあこれは選択肢からいって、これしかないと思うんだけど、バネをかけますと。こっちのバネをかけるとこっちのバネが取れちゃうってのまたすごい、すごい仕様ですね。あれ、このバネく、ああ弱いんだなこれ。バネが、あの、なんですかね。柔らかいバネっちゅう。あれ？抜け止めのペッテーパーになってんのかな？ちょっとよく見えない。あの、あれになってますね。逆方向に爪があって、抜けないようになってますね。それが引っかかってれば、OK だ。そしてレンズ。前玉。どっちが前玉なんだよ、俺。こう向いたときに、こう、向こうの玉、こっちの玉が L1 で、取れないよ、L1 さん。膨らみが上に向くように置けと。うん、膨らみ、これすぐ外れる。膨らみが上になるように置けと。レンズ内枠の3。どうしよう、カールツワイスティスターだったらなわけないよな。ね、レンズロック8の1。ほら、さすがに30分じゃ無理ですね。これ、このまま来週、埋めときますか。ちょっと、これは、さすがに、無理で、レンズカバーを乗せろと。背面からネジ4個でやってみてください。ただこれはさっきのネジかな？
本物のカメラでしょ。いっぱいあるんで。これを、まんま。うん、ここで止めろと。うわぁ、すごい。絞りな、もう固定なんだ。さっきのあれ、ちょっとなんか戻り悪い気がすんなぁ。まあ気にしないでいきますか。シャッターレバーに、でも確かにそうだな、あの緩いバネで、あのテコの位置からするとかなり視点に近い方でしたからね。相当緩いバネだとは思いますが、そしてレンズベースにレンズ後玉 L2 を、膨らみが、膨らみが外を向くように置いて、ちょっとこう、なんか工事もあったもんねような気もしますが、まあ気にしないでいきましょう。8の2を、圧入しなさいと。あ、折れちゃった。元々折れてるってわけないね。ちょっと、勘弁してよ。こっちもかな。テーパーが内側ですね。これ最終的には接着に行った方がいいのかな、分かんないですけど。ああ、もう重心。こういうレンズ構成になるそうです。こっちとこっちで、対象型本当この辺ですかね。レンズ構成です。で、45mm レンズを今度組み立てるというふうになってますが、これはまあちょっと後からやって、ボディ本組ちょっともうちょっとだけ。ねえ、なんかこんな、ほら、結構ダイキャストじゃないけど、誇らしいじゃないですか、なんか。これに、7の4。7って通るよ、7って。これか。チャージレバーだそうです。パトローネ側に、
パトローネ側フィルム室側なんてこうね知ってる人じゃないとマウントだそうです。これ理解できないんじゃないのかな。一応対象年齢14歳以上とかなってました。この切り欠きが上？ここにきっとパチンってくるんですよね。ね、噛み合ってますよね。爪が。チャージレバーバーの S4 をボディと、おお、S4。S4 ってどれよ。長さが 8.9 で 2.2 のバネだそうです。ちょっと太くて短い。これか。これを、さっきやったやつの、手でやった方がいいかもしれないですね。このチャージバネをどこまで押すの？下まで押しちゃうのかな？そして巻き上げリール。ほうほう。ボディの上に入れてくださいと。巻き上げリールには上下があります。前に組んだリールギアセットを上から巻き上げリールの中に突っ込めと。そしてスプロケットをボディ側から入れてください。これは関係…おおお、なんてこった。これはこう、ちっちゃい方が後ろでしょうね。ゴミ箱の中に残っちゃった。最悪。後で拾わなきゃ。ちょっとまあ先に、ああ違った、こっちよ。ああ穴の向きの方が上ですって書いてありますね。ちゃんとマニュアル読まないといかんですね。スプロケット軸7の5。ですかね。今日は10時も回ったことですし、だからやっぱり同じよ。だからこの辺はきっとオリンパスペンみたいな感じの、構造になってると思うんですけど、ギアの数とかなんかっていうのは結構セオリー通りじゃないかな、これ。スプロケットの爪が1回転っていう計算にきっと、スプロケットバネ S5 をスプロケットの軸の上に置き、巻き上げのノブを置けと。
この辺が一番ハイライトですかね。あのカメラらしいところ。S5 っていうのが、ちょっと小ぶりな方のバネなんだ。これは何？巻き戻しの時にフリーになるように、バネで、ケツみたいですね。ん？これじゃないぞ。0の4。0の4と何？巻き上げノブだ。こっちのことか。VF フレームセットのレンズ装着が正しくなることを確認してからバネを圧縮しながら前組みされた VF フレームセットを置き、本体に隙間なく装着してきているかを確認し、ネジを止めなさいと。隙間ないですよね。うん。よしよし。まあちょっとじゃあこの辺ですかね。このネジを止めて巻き戻しを圧入し、この辺からまた、次回にこのまま取っておこうと思います。ちょっと最初の方、あ、45mm のレンズは僕が組み立てておけばいいのか。あれ？ちょっとカメラの切り替えをどじりまして、手元が映ってなかったのでした、すいませんでしたが、来週後半戦、1時間ありゃ絶対組み上がるでしょうから、ファインダーとかに、撮影レンズは2枚ですけど、ファインダーには3枚のガラスが送られていて、なんとですね、これ、ブライトフレーム、ん？あ、出る出る。ブライトフレームが出ます。こんな広い、あ、だからあれか、真ん中が 45mm で、全部の視野が 22? っていう意味なのかもしれないですね。なかなか楽しいカメラで、また、後半戦をお願いしたいと思います。はい。